エリリンチャンネル。皆さんこんにちは。愛の妖精エリリンがお送りするエリリンチャンネル、エリリンビーム。先日こんなニュースを見ました。国が美容医療対策を検討する。今どんなことが起きているのかっていうのをちょっと先生に解説していただこうと思います。ここ最近すごく感じているのはクリニックの数とかドクターの数が増えたっていうことと、あとは実際に美容クリニックに来る方もすごく増えてきたし、テレビとかでも普通に美容医療という話題っていうのが取り上げられるようになってきました。だからこれによって一般の方にとって美容医療とか美容医療クリニックっていうのは昔よりだいぶ身近になっているんじゃないのかなと思うんですよね。ただし当然数が増えてくるとトラブルっていうのも増えてきます。トラブルの内容とかを考えると、私昔の方が正直えげつなかったと思うんですよ。今は SNS とか、情報っていうのが皆さんアクセスしやすくなってきたし、あんまりえげつないことをやるとそれが SNS とかで拡散する傾向にあるから、今もトラブルあるんですけど、正直この SNS 時代の前の方が私が見聞きしたえげつないトラブルっていうのは正直多かったんです。ただし美容医療っていうのは自由診療っていう世界だったりするので、他の保険診療のものよりはやっぱり規制とかっていうのが緩かったりするっていうのはあると思うんですよね。だからトラブルっていうのの報告が増えているので、そろそろ国が介入しようかなみたいなことを言い出した、そんな感じの昨今ではございます。で、今回はニュースで取り上げられたトピックをもとに今の美容医療について、現役の医師の目線から、でしかも現役だけじゃないよね、もはや化石、もうだいぶ長い間この業界にいるので、そういう歴史も考えながらお話ししてみたいと思います。気になる方は最後までご視聴ください。美容医療サービスに関する相談件数が2019年度で2036件だったのが、2023年度では6255件まで増えているそうです。これって要因ってどんなところにあるなと先生は思いますか？相談件数が伸びている理由としては、やっぱりまずは患者さんの数が増えたっていうことですよね。それから今 SNS 時代とかになって、これっておかしいんじゃないのって思った時に、なんか自分の中でモヤモヤしてるだけじゃなくて、気軽にこういうことだったんだけどおかしくないかなっていうのを例えば SNS にこう投稿すると、知らない人がそれおかしいよとか言ってくれるっていうようなことになったから、やっぱりおかしいんだって思える環境が整ってきたからなんじゃないのかなと思っています。具体的なそのニュースについてもちょっと聞いてみたいなと思います。事例、30代女性、インターネット広告を見て美肌治療のカウンセリング、こめかみに糸を入れる顔のリストアップ施術をお勧めされる、顔は少し腫れる程度、モニターになれば20万円でできるとのことでその場で契約施術、実際は翌日も顔の腫れが引かず食事も取れない状態、施術代金の返金を求めるも医師からは血管を損傷したようで治るのに1ヶ月、支払いの取り消しや値引きはしないと回答された。これに関してトラブルの要因とか、こういったケースで患者さんが気をつけるべきポイントとかってありますか？私はこの文章これだけを見た時に、果たしてクリニックが悪かったのかどうかはこれだけだとわからないんですよ。例えばクリニックが悪かった場合はどういう対応をしていたのだろうかって考えてみると、例えばクリニックが明らかに患者さんに対して、この手術の治療をやっても全然ダウンタイムはありませんよ、明日から痛みもありません、腫れもほぼありません、もう普通の生活できますよっていうような説明をしていた場合は、クリニック側に責任はあると思うんですよね。ただしクリニック側が例えば糸リフトに対して少し腫れる程度っていう説明をしました、で、この少し腫れるっていうのは主観的な表現なので、説明したクリニック側としては少しの腫れだったとしても、もしかしたら患者さんはすごい腫れって取れちゃった可能性はありますよね。そういう勘違いとか誤解だった場合は、クリニックが悪意がある説明をしていたとまでは私言えないんじゃないのかなと思います。そしてですね、ちゃんとある程度リフトアップの糸を入れた時っていうのは、翌日
顔が腫れている、腫れるだけじゃなくてこう顔を動かした時に痛いとか顔を触ったら痛い、これも当たり前。それから食事を取る時にこう動かすと顔が痛いなとか、口が糸で引きつってるから開きづらいなっていうのも、これも当たり前のことになるんですよね。だからこの文章だけだと、翌日顔の腫れが引かず食事が取れない状態っていうのは、まあ、ありえるよねっていうことなんですよね。だからクリニックが説明してなかったら問題なんですけども、クリニックとしては説明したつもりだけれども患者さんが理解してなかった場合は、私の場合はじゃあ返金にそれがつながるかっていうと、それはちょっと患者さんが反応しすぎなのかなって思うんですよね。だからこの文章だけからだとどれぐらいの説明があったのかっていうのが正直わからないので、私これだけ見た時にクリニックが全部悪いって言われたら、ちょっとそれはこのクリニックがかわいそうかなと思っています。なのでやっぱり大切なことって何かっていうのは、患者さんがちゃんとイメージを持つことって大切で、クリニックが少し腫れるだけって言ったとしても、確かに我々ってもっと大きい手術っていうのを普段しているわけですね。だからもっと大きい手術をした時の顔の腫れに比べたら糸リフトの腫れって少しですよって言いがちなんだけど、患者さんからしたらそれが少しではない可能性があるので、それが本当に正しい認識なのかをもう少し質問をちゃんとして、じゃあ実際のダウンタイムの翌日の腫れっていうのの写真を見せてくださいとかっていうふうに言えたらよかったんじゃないのかなと思っています。他にもちょっと事例がニュースであったので、先生的にはどういったところに注意とか対策が必要だったかなっていうのを教えてもらえたらと思います。涙袋にヒアルロン酸を注入、片目の周囲が腫れてあざとしこりが残ってしまったっていう問い合わせが国民生活センターにあった。注射とか手術とかをする限りはあざとかは絶対起こりうることじゃないですか。もう内出血、出血、腫れ、これは何らかの医療行為をしたら絶対起こりうることなんですよね。だからこれで返金だとか医療ミスだって言われたら、ちょっと我々としては正直それは違うでしょうっていうふうに思ったりするので、やっぱりそうならないように、まあ我々としても事前にこの手術をやったらあざとかできる可能性ありますよっていうのは説明するべきだと思いますし、患者さんとしては医療なんだから当然そういうこと起こりうるよねっていう、そういう理解は必要かなと思います。でヒアルロン酸注入っていうのは体の反応としてしこりになってしまうリスクっていうのはやっぱりあるんですよね。だから医療っていうのは魔法じゃないです。やっぱり魔法だと思って魔法のように変わる以外は全部医療ミスっていうのになってしまうとそれは違うので、事前に必ず医療での効果とはセットになった合併症とか副作用があるんだっていうことは皆さんに知っていただきたいと思います。次、これは消費者庁より書いてありますけど、顔の脂肪吸引、手術翌日体調不良を訴え受診、その後自宅で気道閉により窒息し、脂肪吸引っていうのは実は美容医療の中で、まあ、一番ほぼ一番かな、死亡事故が多い分野です。もうこれは過去も昔もです。年間日本でも数人の方が脂肪吸引の手術に付随する、まあ、医療ミス、医療事故によって亡くなっているんですよね。例えば胃がんの手術をする時っていうのは皆さん準備をして覚悟をしてちゃんと休みを取るとか、病院の先生たちの言うことを聞くとか、そういう準備しますよね。美容医療も同じです。なので美容医療だけ魔法かのように軽く考えると、やはりそれはよろしくないと思いますので、医療っていうのは美容院に行って髪の毛を切ってカラーリングをするというのとはやっぱり違うということで、皆さんそこは医療って何だろうっていうことでちゃんと考えてほしいなと思っています。次、エステと美容医療関係についての話も番組内で上がっていました、はい、一時期配布でも話題になってます、なってたと思うんですけど、はい、これはどうですか。厚生労働省がエステで行う配布、これに関して明確にエステでは配布を行ってはいけないという通達が出ました。で、厚生労働省の見解ではこれは医療行為である、
だからエステは医療機関ではないので行ってはいけないというような明確な通達が出ております。つまり看護師さんって病院とかに行けば採血とかっていうのをしますよね。だからそれは医師の指示のもと看護師さんは医療行為を行うことができますよという、これが相対的異行為という行為です。でそれは医師法とかで規定されている行為になるんですよね。で東京都に尋ねたところ、こちらに関しては相対的異行為であろうというようなことなので、看護師が医師の指示のもと行うことに関しては否定するものではないというような見解を得ています。しかしエステで行う HIFU というのは当然相対的異行為を勝手に医療機関以外のところでやっているので違法ということになりますので、皆さんご注意ください。最後改めて思いますが、美容手術を受ける上で先生が気をつけてほしいことって何ですか？ですね、いつも私言ってるんですけど、皆さん最近 SNS の情報だけで手術とか決めちゃう傾向もあるかもしれないんですけども、やっぱり自分で足を運んで対面でそのクリニックのドクターと話をするとか、そしてそのクリニックの雰囲気とかを見て、なんかこう人としてね、このドクター信用できるかなとか、そこをちゃんと判断した方がいいと思っております。だってあるじゃない、やっぱ初対面の人と話した時に、この人ちょっと怪しくないとかって思うことあるでしょ。だから医療だって同じだと思うんですよ。初対面で会ったドクターに対して、いやこの人なんかちょっといまいちかなとか怪しいかなって思ったら、そのまま突き進むんじゃなくて、やっぱり一回引く、ここが大切だと思っております。今回は美容医療にまつわるニュースについて、近年の動向や事例を取り上げながらお話をしてみました。で私はですね、消費者生活センターに上がっている皆さんの声っていうのが全てですね、本当にクリニックが悪いかっていうとそうではないと思っているんですよね。残念ながら起こってしまった勘違いとか誤解とか、そういうものも多分に含まれていると思っています。ただ皆さんに分かっていただきたいのは、美容医療っていうのは魔法ではありません。医療を行うからには必ずしもマイナスな側面が起こることがあります。合併症、副作用、内出血とか腫れとか、こういったものは起こってきますので、自分を守れるのは自分だけだという、そういう認識を持っていただいて、都合のいい側面だけを期待するのではなくて、正しくより安全に美容施術を受けるために、治療やクリニックを選択する際には、自分自身でも冷静に本当に大丈夫かなっていうことを判断するようにしてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。